い、どうもありがとうございます。結構今日暑いですね。暑くないですか？目が見えない。まあオープニング、ユーストレさん、素敵な演奏がすごいですね、オリジナルね。ね、歌もうまいし、歌のうまいバンドなんてやりたくなかったんです、ね、私ギタリストなんでボーカリストじゃないですけど言っときますけどね。さっきちょろっとお話ししましたけどね、クラプトンのレパが半分ぐらいということで、少しやっぱクラプトンやらない、今の曲の紹介しなかったですね。1曲目「Nobody Knows When You Done Enough」っていう、これもスタンダードなブルースですけれども、あと今のが「ブラックマジックウーマン」、ご存知の方もいるかもしれないけども、サンタナ版フリートウッドマックオリジナルですけどね。フリートウッドマック版も結構かっこいいよね。もともとだもんね。かっこいいんですけど、ちょっと やっぱやるのはサンタナ版の方が、売れたんでいいのかなと。ということで、次行っていいですか？結構ちょっと今日息切れがしてるんですよ。今日中高年の集いということで。お呼びいただいたんだ。高年は減ったの。我々が最も高年かもしれないですけどね。じゃあ、クラプトンらしい曲を一つと、あと、歌あまり上手じゃないインストルメンタルを続けていってみたいと思います。